はい、皆さんどうも、テントモです。というわけで少々遅くなりましたが、今回はこちらの明日から開催のファーストアニバーサリー限定ガシャで登場するクロスボーンガンダム X1、 そしてキンケドゥナウ、こちらの初見チェックをやっていきたいと思います。ほぼほぼ初見チェックといった感じで見ていきたいと思います。はい、ということで M0263 クロスボーンガンダム X1、 パイロットがキンケドゥで、後にトビアがフルクロスに乗るってことですかね。昨日生放送でそういう話を聞いたような気がします。はい、まあ、僕はね、クロボン全然話的には詳しくはないんですけども、まあ、他のゲームを通じてだったりで、機体とかキャラクターは、まあ、ちょいちょい知ってる感じですね。はい。で、この機体ね、ユーザーアンケート第4位の機体ということで、結構人気の高い機体みたいなんですけども、ただ今回の実装で、歓喜の声というか、ね、うおーっていう、そんな感じには、あんまりなってないというか、まあもちろんね、クロボン来たー、やったー、X1 来たーって喜んでる方もね、いらっしゃるにはいらっしゃるんですけども、まあ全体的にクロボンか、じゃあスルーかなっていうね、そういう声が多いというか、ジオングが良かったとか、ね、まあ V2AB が良かったとか、うん、まあ特にジオングの方が多いですね。うん。で、まあね、来月年末年始もありますし、だったらここはちょっと我慢して次で引こうかなって思ってる方が、まあ、結構いらっしゃるような、一瞬で大丈夫かって感じなんですけども、はい、まあ僕はこの機体ね、まあビジュアル的に好きですし、ね、海賊ね、かっこいい機体なので、うん、まあ限定ですし、一周年ですし、まあ神引きで10連20連で引くことができたら、まあそれ以上引くかどうかはちょっと悩むかもしれませんけども、うん、まあでも今回から超越も絡んでくるので、どうしようかなって感じですね。まあ見てから判断しようかな。はい、ってことで、紫属性の汎用機、まあ汎用機が一番ね、使いやすいですね。うん、そして適性は地上丸、宇宙丸、水中三角の数値、戦力577607、HP88,950、攻撃力66,470、防御力6,143と、まあ、バランスの取れた機体ですね。うん、そして実弾上昇1874、ビーム上昇2634、ビーム寄りの機体、ビーム攻撃機体となっております。そして実弾軽減1874、ビーム軽減2634、同じですね、上の数値と。うん、で、こちらもビームの方が高い。対ビームに強い。なんだっけ ?ABC マントだっけ?ね、そういうマント持ってますよね。この黒いマントがそういう名称じゃなかったかな。うん。ABC マート。違う。あれ ?ABC マントで合ってたっけ?はい。ということで。クリティカル値1287、クリティカル上昇957ということで、クリティカル値の方が、まあまあ高い感じですね。飛び抜けてる感じではないのか。で、EX スキルがザンバスターってことで、あれこの前もなんか僕、トップを狙えのあれに似てるみたいなことをなんか初見チェックで言った気がするぞ。あれもザンバスター的な、そんなね、感じの名前じゃなかったかな。何の機体でしたっけ。まああれはね、トップを狙えはガンバスターですけどね。うん、はい。そしてターゲットしている敵一機に攻撃力の 693% ダメージ。MS 属性紫の味方に20秒間ダメージ 26% 上昇。ああ、紫限定のバフですか。まあ、ビーム実弾問わないのはいいですね。うん。本当に今回のクランバトルのためって感じかな。紫編成以外だと微妙なのか。それはいいのか、果たして。周年の期待として。まあ、まだね。下のスキルとか超越スキルで変わるのかなとは思うんですけども、スキルよりも上に超越スキルが乗るようになったんですね。戦闘開始から命中率 25% 上昇、戦闘開始からビームダメージ 36% 上昇、 EX 発動するたびに5秒間絶対回避状態を付与ってことで、絶対回避、ティターニア以来の実装ですかね。2機目、こいつが2機目ですか。限定機体だと初ですかね。うん、この超越スキルは、貫突の
状態の超越スキル、超越マックスの時の数値ですか？かな？超越1とかでも同じとかだったらすごい嬉しいけども、そうじゃないのかな、超越マックスでね、他の機体もガラリと変わっているので、多分超越マックスの数値だと思うんですけど、超越マックスにしないとこの恩恵は得られないというか、うん、なのでまあ確かにね、超越というか、まあ貫突突っていくのがより重要になったというか、うん、まあ、だからこその執念ガシャ一つみたいな、うん、ね、もう一つ執念ガシャ出していたら、まあそっちも超越しないといけないのかよっていうね、そういう批判の声が出そうですしね。なのでまあ一つに絞って超越してくださいよみたいな、そういう感じですかね、運営さんの思惑はというか、うん。はい、スキル1、戦闘開始から EX ゲージ増加量 55% 上昇。まあこれは純粋に嬉しいですね。うん。永続だしね。はい。そしてスキル2、ザンバスターを解放。余ダメージ時に EX ゲージ 3.3% 回復。EX 発動するたびに10秒間ビームダメージ 19% 上昇。ってことで、攻撃を当てれば、ね、ダメージを与えれば、EX ゲージがさらに回復して EX スキルを打ちやすくなりますよと。そして EX を発動すればビームダメージバフが、19%、約 20% かかりますよと。うん、まあ、スキル1、スキル2だけを見た感じだと、で EX スキルを見た感じだと、執念機体かって思わない？執念機体の能力かって思うんですけど、超越スキルを込みにすると、うん、込みにしてもなんかようやく強い機体になったなみたいな、うん、なんかそれほどパッとしない、まあ、超越スキルで、うん、なんか超越ありきな感じに見えますね、うん、はい。兵装、主兵装バスターガン、威力 S プラス、副兵装ビームザンバー、威力 SS マイナス、第3兵装ザンバスター、威力 SSS マイナス。ってことで副兵装の威力が主兵装よりも高い、 SS マイナスで、射程が中近中と、まあどれも S 以上、そして SSS マイナスも備えているということで、まあね、全部で射程が中近中、どれもビーム属性の兵装になっております。まあ威力もね、全部 S 以上あって SSS マイナスも備えていて、うん、まあ普通にダメージも出せそう、そこそこは出せそうですけど、うーん、紫属性の編成限定みたいな感じに見えてしまいますよね、 EX スキルを見たら。でスキル1、スキル2、まあスキル1はいい感じではあるんだけど、でスキル2もいい感じではあるんだけど、なんか執念期待ぶっ壊れって感じではない。で超越スキルを備えてもなんかぶっ壊れって感じでは、執念って感じではないような性能に見えるんですけど、どうですかね。うん、まあ実際に使ってみないとではあるんですけども、まあね、やっぱり今回のクランバトル専用みたいな、紫イベント専用みたいな、うん、どうしてもね、そう思ってしまいますね。はい。ということで、あ、でもキンケドゥで変わるのか。そうか。はい。C0159 キンケドゥナウ。戦力89,59。で、射撃センスがかなり高いですね。163。格闘センスは平凡以下って感じですけども、うん、そして反応もまあ高いですね、155。そして耐性も平均よりは高めって感じかな、137。うん、まあ、数値的にはなかなかいい感じなのかなと。そしてスキル1、
MS が紫属性の時、戦闘開始から命中率 12% 上昇。MS が汎用タイプの時、戦闘開始から命中率 12% 上昇。ってことで、この X1 に乗せたら命中率が 24% バフかかると。まあいいですね。うん。で、まあ紫属性の機体に乗せてもよし、汎用タイプの機体に乗せてもよし。ね、命中率が 12% 上がりますよと。まああとはキュベレーね。紫キュベレーだと命中率 24% 上がりますね。うん。そしてスキルに、MS が機体カテゴリー白い MS の時、余ダメージ時に20秒間射撃センス 15% 上昇、10回まで重複。MS が機体カテゴリー指揮官機の時、EX 発動するたびに10秒間射撃センス 69% 上昇。新しいカテゴリーですか？指揮官機。なかったよね？あった？シャーとか持ってた？シャーザクとか持ってた？なんか初めての気がします。はい。ってことで、まあスキル2の上の方はね、よくあるね、 15%×10 回で、下の方は、まあ、EX 発動するたびにさらにね、射撃センスが 69% 上昇、約 70% ということで、最大 150+69219。 うん、なるほど。まあ、EX 発動を2回重ねたらさらに高まるのか。まあ、約 300% みたいな。うん。まあでも指揮官機限定っていうところがね、現状は汎用性が低い、極めて低いスキルとなっておりますね。うん。まあただ上の3つはね、乗せやすい感じの汎用性の高いスキルなので、うん、まあでも、まあキンケドゥじゃないと、まあ X1 に乗せる場合はこのキンケドゥじゃないとって感じなのかな。まあなんか EX スキルをめちゃめちゃ打ってくれそうな、そんな感じに見えるので、なのでバフもね、まあこのスキル2のバフもね、19% だけじゃなくて重ね掛けができたり、うん、まあでもいずれにしても超越スキルありきみたいな、超越スキルがあってようやく、そして紫イベントでって感じ、そう見えるんですけど、なんか違う使い方あるのかな。まあでも実際に使わないとって感じの期待なのかな。まあでも紫って限定されてますからね。うん。まあ、ガンガン EX スキルを打ってダメージバフをガンガンかけることができればって感じですかね。そう、ダメージバフっていうのはいいんですよね。ビームダメージバフ、実弾ダメージバフじゃなくてダメージバフなので、ここがちょっと可能性の獣って感じですかね。うん。で、EX スキルを本当にガンガン打つことができたらっていう。はい。まあね、うん、年末年始がもう見えているので、で、黒ボンがまあそんなにっていう方は、まあとりあえずクランバトルの具合を見て、どこまで引くかっていう感じでも、また年末年始の限定機体もね、超越スキルはね、備わっていると思いますし、まあ僕はね、配信者として、そしてまあ黒ボンかっこいいし、で、まあ紫属性の機体は、属性の中では一番好きな、そんな感じなので。うん。ってことで、まあ、クランバトルも始まりますしね。はい、初日に引けたらいいんですけど。はい。ってな感じで、まあ、割と、周年だけども、スルーできそうな機体っていうね、そういう現状の評価なんじゃないでしょうか。あとは実際に使ってみないと分かんないっていう。うん。はい、ということで、まあ僕がパッと見た感想でございました。軽く参考にしてもらえたらなと思います。はい、では、あ、そうか、待ってよ、指揮官機、まあキュベレになかったらないですよね。ないっぽいですよね。他は、
あ、あった。ナイチンゲール持ってた。ああ、そうなんだ。ナイチンゲール指揮官機持っていたのか。ありましたね。ナイチンゲールには乗せることができる。なるほど。ないわけじゃないのか。でも、ナイチン以外に他にいるのかって感じのカテゴリーですかね。うん。他は多分なさそうな。はい。ああ、でもナイチン指揮官機なんだ。はい。ということで、まあでもね、汎用性が低いことには変わりない、キンケルのスキルかなと思います。はい。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、1周年。